中国政府に批判的な報道で知られる香港のメディアリンゴ日報が発行停止となり、今朝最後の朝刊を発行しました。今朝香港市内の売店には最後の紙面を買い求める客が行列を作りました。一面には雨の中香港の人にお別れすると書かれています。またリンゴ日報と新聞の自由は暴政の犠牲となった、また会いましょうと再び新聞を作りたいという気持ちがにじむ文章が掲載されています。リンゴ日報は1995年に創刊され、今月編集長ら5人が外国勢力と結託した国家安全維持法違反の疑いで逮捕され、関連会社の資産も凍結されました。従業員が大量に辞職したことなどから発行停止を決めました。最後の朝刊は通常よりも多いおよそ100万部が印刷されました。